じゃあこんにちは、ゆたかさん。はい、大変です。何？ニュースが今にぎわせてます。お、日本ハムノンテンダーになった西川春樹外野手を、はい、今巨人が獲得のための調査をしているというネットニュースがバッとそうだ、ね、出たんですけど、まずこれ豊さん、まずですよ、信憑性としてはどうですか？いや、あるよね。あります。お、まあ、あるっていうのはやっぱこう原監督の描いてる野球を少しできるよね、はい、西川春樹が。あ、やっぱ原監督っていうのは、はい、やっぱ点が取れない膠着状態の時っていうのは動かしたいよね、はい、で動ける選手だし、うんうん、それも動いて成功率のものすごい高い選手だから、はい、俺は可能性はあると思う。当初どちらかというと今、うん、あの投手陣の台所事情が厳しいから、うん、巨人はそのピッチャーの方に行くんじゃないか、もう外野手とかはいるしとか内野手はって思ってたファンも多いと思うんですけど、うん、外野手でやっぱり欲しいと、西川選手、まあ足とか、はい、そういうことは目立ってるんだけども、うん、出塁率という意味では3割8分ぐらい平均であるんだよね、はい、で3割8分あるその巨人の選手っていうのは、うん、丸ぐらいだと思う、平均で言えば。あ、どっちみち 1,2 番の選手だよ、 1,2 番打つ選手、はい、そうなってくるとやっぱ出塁率っていうのはものすごく重要なんだよね、打つ打たないっていうのは別問題として、はい、うん、で打たなくてもフォアボールで出れるという選手なんだよ、はい、ものすごい選球眼がいいしね、うん、でもそのバッティングを今年2割3分3厘ぐらいしか打てなかったんだけど、うん、はい、トータルアベレージは2割8分ぐらい打ってるんだよね。だからやっぱり率もいい。だからベスト10にも何回か顔出してて、うん、はい、2位もあるし4位が2回ぐらいあるんだよね。で3割もしっかり打ったこともあるし、あのパリーグのそのすごいピッチャーの中ね、うん、だから本当に気持ち次第だと思うんだよ、西川は、はい、で今年なんか日本ハムでいるとやっぱチームもこうちょっと落ち込んできてるし、まあ、レフトというコンバートもあり、はい、まあ、ちょっと苦しんでたと思うんだよね、うん、それがまあ環境が変わったこと、ノンテンダーになったこと、うん、いろんなこう思惑があって、その前にはメジャーに挑戦して契約できるところがなくて、はい、で帰りづらくて帰ってきて、はい、でやって、うん、みたいなことを考えるとさ、結構激動なんだよね、西川の精神状態って。落ち着いて野球ができてないっていう、その中の成績だと思うんだけども、はい、しっかり例えば巨人で落ち着かせてやらしたら、まあ、3割近い数字を残すと思う。で3割近い数字を残し、はい、4割ぐらいの出塁率を誇ってくれるという、うんうん、で間違いなく真剣にやらせたら盗塁を取るよ。あ、そうなんですか。あ、盗塁を取る。ただ豊さん、さっき 1,2 番でやっぱり西川選手を使いたいと、うん、となると今巨人の 1,2 番というと、うん、例えば松原選手であったり、うん、DeNA から去年取った梶谷選手などいると思うんですけど、うん、このあたりは、まあ、梶谷はさ、その腰の手術をして、はい、まあ、開幕間に合うかどうかっていうことなんだよね、うん、だから、まあ、間に合って、はい、梶谷の本来のパフォーマンスが出せれば、うん、それは面白いと思う。でも例えば西川春樹が負けるとしたら肩と長打力だけなんだよね、はい、で柱にして盗塁の技術がじゃあどっちが上かっていうと西川春樹の方が上だよ、うん、で捕球、はい、捕球は総引きだよ、うんうん、で出塁率って考えると西川春樹だよ、うん、で考えるとやっぱ西川春樹の方がやっぱ 1,2 番としては使いやすいんだよ、うん、でも巨人の野球にどっちが合ってるかっていうと梶谷かも。ホームランで勝つ野球だから、あー、一発でっていうことを考えると、だから難しいんだよね。そうするとじゃあ松原選手は今度どういう風になってくるんですか、もし西川選手が入ってきたとすると。松原はね、こうじっくり育てたいタイプなんだけど、はい、やっぱその暇がないよね、巨人は。そうですね、勝たなきゃいけないから、はい、そうなってくるとやっぱこう機会になってくるのかなって思うよね、うん、もったいない、ね、まあ、いや、もったいないよ、もったいない。他の球団だったらやっぱレギュラーで使えるところもあるし、まあ、使えないところもある、うん、でも巨人って言えばさ、どこ行ったってレギュラーじゃないといけないっていう選手がやっぱりレギュラーなんだよ、はい、レギュラー、俺が感じるのはね、うんうん、だからもうちょっと力がつくといいな、松原選手全体的に。例えば総力にしたってそう、はい、まあ、総力っていうのはあるけども、うん、盗塁という意味でもっと足が使えるとか、まあ、肩とかも強いし、はい、補給という意味ではもう申し分ないんだけど、うん、なんかこう相手に与えるインパクト、はい、じゃあ梶谷と松原じゃあどっちが打席に立ってて怖いかっていう。あ、で西川
どっちがランナーに出てたらどっちがいやらしいかっていったら西川、うん、になってくるでしょ、はい、やっぱそこをやっぱこう印象を変えていかないとさ、なかなかやっぱこう松原は厳しいよね。そうするとやっぱり長打力とか一発がある選手とかザ・巨人っていう選手がこう打席に並んでいくのかなっていう、まあそうだね、まあそうなってくるよ。だから西川なんていうのは、まあ、守備につけば肩弱いよ、うん、肩弱いけどやっぱこのあの走力と、はい、まあ、守備範囲とかいろんなことを考えるとまあちょっと目をつぶってもいいかなと思う。それぐらいやっぱ欲しいとか嫌なバッター相手からしたらあのねスイングのスピードって言ったらね、はい、トップ3に入るからめちゃくちゃ速いから、はい、あいつのスイングの速さっていうのは、うん、あいつがね真剣になるかならないから、ね、巨人にもし仮に入ったらやっぱりもう真剣にならざるを得ないような、だから真剣になったらあいつのパフォーマンスが出せないのかもわからないし、どっちなんでしょうねってことですよね。だからあいつのペースでやらすとちょっとおかしくなるしでも巨人のペースでやらそうと思うと萎縮するかもわからないし、だからまあそこら辺だよね。でもね物はすごい。だって俺は近い将来パリーグで必ず首位打者に取るって、はい、で西川春樹にも言ったことある。お前このスイングを持って首位打者取れてないっていうのは、うん、お前の怠慢だって、うん、そこは伝えとく。いや分かってます、来年勝負です、毎年言うんです、来年勝負です、お前いつ勝負するんだって。だからそういう性格なんだよなるほど、マイペースっちゃマイペースマイペースっちゃマイペースだけど、だからね意外性があるのよ。で東京ドームだと、はい、もう少しホームラン打てるから10本ぐらいは確実に打つよ。だからいい選手だよ。巨人が調査に乗り出すのもそうだよね。いやもうだから逆に言えば巨人の一番に西川春樹って、はい、これがこう固定されるようになったら間違いなく巨人は楽になってくる。これ豊さん、西川選手が入ったと仮定した場合、豊さんだったら巨人はどういう打順を組んでくると思うんですか？だから1番西川春樹、はい、2番坂本で3番梶谷でもいいし、はい、丸でもいいし、はい、で岡本呼ばん、はい、っていうようなことになってくるね。なりますよね。いやそりゃ嫌だよ、西川が一番だと。だから他の球団は巨人に西川春樹が行くっていうことを良しとするのかしないのかっていうことで、これが、はい、そしたらね、嫌おなしでも取っといた方がいいぞってなりますね。絶対使えるから。他球団は獲得に行くべきってことですよね。いやだから、まあ、これはね、これは申し訳ない、その言葉がちょっと分かんないけど、うん、言葉悪いよ、買い殺しって、はい、それでもいいぐらいの選手なんだよ、うんうん、他行ってやられると困るって、だからうちがもうとりあえず取っとけみたいな、そのぐらい相手にとって怖い選手ってこと、いやらしい選手になってくるっていうこと、だから、そうか、これ巨人に行って1番固定、西川春樹、はい、ね、4割前後の出塁を誇って来られると、はい、これは厄介な打線になるよ。いやだからこれで西川選手が巨人に入るか入らないかで来年のもちろん順位もいろいろ変わってくるでしょうし、もちろんもちろん巨人ももちろん優勝をまたっていうのもね、そこしかないので、この西川選手は非常に鍵になってきますね。いや鍵だよね、鍵っていうか、そうだな、うん、やっぱ俺は大きな戦力になると思うよ。さ、本当に巨人がね、このパリーグの選手でね、セリーグに移籍した人で、はい、苦しんだ人ってそんなにいないと思う。バリバリできてね、セリーグに、うん、目が超えてるから、いいピッチャーに対して、ね、うん、それはセリーグにもいいピッチャーいるよ、はい、でもそういうピッチャーに対しての目は超えてるから、だから俺は結構西川はやると思う。他球団も嫌でしょうし、プラス同じ外野手を守る巨人の選手たちも今戦々恐々としてますね。そしたらまあ、ジャイアンツは慣れてるよな誰かしら来るもん。あ、そうですよ、松原選手はもう誰かしら来るから。そっか、やっとレギュラーだったかな。それはね、もう別に誰が来てもいいよっていうのは坂本、岡本、丸だよ。この3選手だけは安泰ですか。安泰だよ。他はみんなもう、他はやっぱり死活問題になってくるもんな。しかもね、今回そのノンテンダーなので故障の選手を出さなくていいから、全く何人取ったっていいんだから、ね、だから3人ともね、うちおいでっつって根こそぎ取ったっていいんだからそうですね。だって右の外野手がまたジャイアンツは足りないんだよ、はい、そしたら太田っていう話ももういいじゃねえかみたいな太田が帰りたくないかもわかんないけどねまあちょっとどうでしょうね。もうあそこでもうちょっとこう萎縮しながらやって、はい、日本ハムでこう伸び伸びやって、はい、でまた萎縮するって言ったらまた力が出ないし、そうですね、うん、まあでも太田も、うん、いやジャイアンツに帰れるんだったら俺は帰った方がいいと思う。おお、だからゼロではないってことですよね。ゼロではないと思う。秋吉投手も
じゃあ巨人ゼロではないってことですよね。もう3人とも怖いみたいな。まとめて面倒見てやるみたいな。財源があるチームはやっぱそうなりますけどね。ただこの西川選手が一体どこに行くのかね。いや、うん、俺はね、まあ、セリーグに来るとしたらやっぱこうセリーグのどっかに入ったとしたらその1チームはやっぱちょっと上のランクっていうか、うん、はい、例えば3位だったのがあこれ2位になるかなとか、うん、4位がこれ A クラスになるかなとか、まあそういうふうに考えさせる選手だよね。肩だけだから悪いのは。肩だけ、そこだけを、うん、あとね、顔もいいし人気あるんだよ。いや、そうですよ、うん、顔もいいし親父がちょっとやからかな。そこは、そこは西川選手は関係ないです親父が面白いやつなんだ。あ、そうなんですね。もうあの、春季の打席で打てなかったらもう血圧が200ぐらい上がるんですよみたいな。もう興奮しちゃうんですね、もう興奮しちゃう、うわーってなっちゃうんですね。面白い親父でさ、はい、ね、だからまあ親父をね早くちょっとホッとさせてあげたいなと思うけどね。そうですね、はい、いやちょっとね今オフの西川選手の動向をチェック、ね、楽しみだね、はい、楽しみにしたいと思います、はい。